ヤン・ソビー・パン・ザ・モイスキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族。大法官として、権勢を振るったヤン・ザ・モイスキの孫で、ザ・モシチの第三代オルディナと。1637年より、ポドレ総大官、1653年より、王官僚い一官、1655年より、王官僚副主前官を務めた。また、1658年より、キエフ県知事、 1659年より、サンドミエシュ県知事に任じられ、カウシュとロストキの大官でもあった。あだ名のソビエパンは、自分自身の主人という意味で、大洪水の時に、スウェーデン人がザモイスキの支配するザモシチの要塞を、攻め、さらに要塞の明け渡しを迫ってきた時、私は自分自身の主人であるから、ザモシチを、 スウェーデン人に明け渡すつもりはもうとないと返答したことにちなむものである。彼は、ヤン二世カジミエシュのフランス出身のオーヒルドビーカ、マリア・ゴンザーガの次女マリー・カジミール・ドラグランジュ・ダルキアンと結婚したが、間に生まれた四人の子供たちはすべて生まれて、すぐに死ぬか死残だった。ヤンの死後、妹の息子にあたるミハウコ・コリブとビシニョビエツキが国王に選出されている。 またミハウの死後に王位についたのはマリア・カジミエラの最高の相手やんソビエスキだった。ありがとうございます。